皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。前回あたりからスタジオが変わったんです。あかねちゃんたちと雰囲気を変えてみました。さて、今日はラジコン飛行機の飛ばし方第13回、実際に着陸してみようです。早速見てみましょう。ちなみに風は右前から5ノットという感じです。ヘッドホンとか使ってプロペラの音を聞いてみてください。着陸進入中に音が常に変わっているのが聞こえると思います。離陸はしっかり助走するとかっこいいですよ。地面から離れた後も少しの間加速のために急上昇を避けるとさらにかっこいいです。惚れちゃいますね。それでは早速着陸をしてみましょう。ここで一回水平飛行です。ここでくねくね始めた時点で失敗ですね。あ、ダイヤ一つ分以上跳ねたら上空に逃げるのが得策です。今のは悪い見本です。降下開始、シンクレートを維持しつつ旋回。ここが一番難しいです。一回水平飛行、再度降下、地面とタイヤの距離だけに注目。こんな感じですね。うまくいっていればきれいに地面を走れます。そして再上昇という感じで、成功してもやり直しましょう。着地後にうまく再助走できないのは着地に失敗している証拠です。その確認も含めて練習では常にやり直しましょう。さて、意外かもしれませんが、着陸などは重い飛行機の方が簡単だったりします。重くてその割に小型でフラップがあると飛行機自身が着陸したがるようになります。というわけで、フラップが使えるようになると着陸が簡単になれます。そこで次回のラジコン飛行機を飛ばそうは第14回フラップってなんだをお送りします。ラジコン飛行機のフラップは出しているだけで使っていない人がほとんどなので、フラップがあるとなぜ着陸が楽になるのか説明できるようになりましょう。あと、無事着陸まで講座が進みましたので、この講座の更新ペースが少し下がります。絶対に毎週日曜ではなくなるという意味です。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。